せーの、神田ひらみつです。よろしくお願いします。はい、今から5月5日ジャパンアジアツアー執行ターンは広島公演ということで、広島リードさんでのネット席読んでいきたいと思います。イエーイ。はい、朝日です。5月5日執行ターンは広島公演の治療を買ってくださって皆さんありがとうございます。お名前読んでいきます。はい、ひょうさんありがとう。今回の声も買ってくれてありがとうございます。広島ね、全然帰れてなかったので今回ね、ツアーに広島が入ってて、そしてね、地元でライブができてすごくすごく嬉しかったです。地元に帰れるということはね、ひょうさんにも会えるということなので、今回も本当に会いに来てくれてありがとうございました。また帰るのでぜひ会いに来てください。ありがとう。はい、そしてお次、エルドちゃんありがとう。広島公園結構買ってくれてるんかな、買ってくれてありがとうございます。朝日はね、本当に広島が大好きなので、ぜひエルドちゃんにもね、広島のなんだろう、自然というかそういうのも味わってもらいたいなと思ってます。来てくれたことあるんかな、広島。どうなんやろ、今度聞かせてください。ありがとう。はい、そしてお次、トシくんありがとう。厳島神社でお参りしてる風ということで、でっかいでっかい大鳥居を描いてみました。まだね、大鳥居は見れないんですけど、ぜひぜひ混んでいくときにこれと一緒になんかお参りしてもらえたらいいことが訪れるように、朝日も願いを込めて描いたので、ぜひぜひ使ってみてください。ありがとう。はい、そしてお次、キキありがとう。広島っぽいということでね、やっぱ朝日は海がね大好きなので、この瀬戸内海と太陽にしてみました。全然瀬戸内海の綺麗さはねこれじゃ伝わらないんだけど、いつか海に行ってもらえたらいいなと思います。本当に本当に綺麗なのでまた広島でねキキとも会いたいなと思いました。ありがとう、チェキ買ってくれて。はい、そして次、リクありがとう。広島っぽいチェキということで、広島風って書かれてたんかな、だから沖縄じゃない嘘、お好み焼きにしました。お好み焼きはかけなかったんだけど、ヘラで頑張ってる作ってる感じにしてみました。朝日はね、お好み焼きあんまり好きではないんですけど、リクはどうですかリクの好きな食べ物がイチゴっていうことをね、この間知れて朝日すごく嬉しかったので、今度は血液型と嫌いな食べ物と身長を教えてくださいありがとう、チェック買ってくれて。はい、そしてお次、ルーありがとう。広島名物ということで、東洋化を差し入れでいただいたので、東洋化を持って撮ってみました東洋化朝日食べたことなかったんだけど、めちゃくちゃ美味しかったです。生地がお餅みたいにもちもちしてて、なんかあんこ入ってて美味しいので、ルーもぜひ食べてみてください。あと、もみじにしてみました。生誕以来の広島ということで、やっぱ地元で会う感じでは、地元で会うのと大阪で会うの全然違うから、こっちまでね、ルーに来てもらえて本当に本当に嬉しかったです。ありがとうそして写真もね、めっちゃ綺麗なの撮ってくれて本当に本当に嬉しかった。ルーの写真からはね、いつもなんだろう、朝日の愛に溢れてるような感じが伝わってくるので、めちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとう。はい、そしてお次、友人ありがとう。チェキ買ってくれて、いっぱい愛のメッセージを込めて書きました。すごい朝日大好きって言ってもらえるの、朝日本当に嬉しいの朝日はみんなの愛で生きてるからさ、だから友人の愛で朝日は生かされてるので、これからもたくさん愛くださいね。ありがとう。はい、そしてお次、ふみふみありがとう。ちょっとモザイクしとこう、恥ずかしいから。下出し下ペロチェキリクエストされると思ってなくてめっちゃ恥ずかしかったけど、頑張って撮りました。なんか金髪も相まってガチでそういう人みたいにさ見えちゃってさ、ちょっと恥ずかしいんやけど、なんかこういうの好きなのかなと思いながら撮りました。ぜひぜひこれからいろんなリクエストしてもらえたら、マスヒは全力で全力で答えるので、これからもいっぱい待ってます。ありがとう。はい、そしてラスト、アリンコさんありがとう。久々に広島行けて、広島でライブできてすごい嬉しかったです。やっぱなんかいつも遠征してきてもらってばっかりだね。ちょっと朝日が嫌なので広島行けてすごくすごく嬉しかったです。本当に今回も1時間というね、長いライブだったんですけど、全部楽しんで見てもらって朝日は本当に嬉しかったです。ありがとう。アリンコさんとお話できるのがすごい幸せでした。朝日はありがとう。はい、5月5日執行ターンは広島公演の席を買ってくださった皆さんありがとうございます。ネクスト。はい、5月5日広島公演ジャパンアジアツアー広島公演2部読ませていただきたいと思います。まずはひょうちゃんありがとう。
はい、広島といえばなんですけど、僕は、東洋館が好きです。なんかこれは、広島の、イベンターさんにいただいた差し入れです。これはみんなで分けて食べました。なんかもちもちしててめっちゃ好きなので、気になったらまた広島寄ってみてください。ありがとうございます。お次がエルドちゃん、ありがとう。はい、ジャパンのアジアツアースポーターは in 広島ということで、ちょっとね、波を感じている風の成田にしました。波、なんか海が広がってるじゃないですか。朝日がでも海好きなんですけど、広島のあれ海かな、海っていうかなそうだからちょっとね、ここまで海使ってる系の成田にしました使っちゃってる系なんでね、よろしくお願いします。ありがとう。お次が、なおくん、ありがとう。来たぜ広島みたいな感じにしました。なんか遠くの方を見ている感じにしました。はい、広島はいい街だね。いい街、噛んだわ。いい街ですよね。ちょっとまた行きたいなと思ったので、広島のね、おすすめなものとか食べ物、場所とかあったら教えてください。僕は牡蠣が好きなので、お腹壊すほど牡蠣食べたいなと思いますありがとう。ラスト、ふみふみ、ありがとう。はい、下出しお願いしますって言われて、3つぐらい撮りました。実は3テイクぐらいで、リオちゃんかなにどれがいいって聞いたら、これがいいって言われたから、ちょっと可愛い感じのね、ペロってしてる感じのやつにしました。楽しみにしててください。これはちょっとスタピーが映ってないバージョンです。はい、またね、ピアス見たいときは見てください。頑張るのでありがとうございます。はい、ということで5月5日、2部広島のネタチェック買ってくださった方ありがとうございました。ということでネクスト、はい、5月5日の、疾風タウンは広島公演のリーのチェキ買ってくださった方の名前読ませていただきます。まずナルピー、ありがとうございます。はい、東洋館、東洋館の顔結構なんか個人的には珍しい感じの顔なんじゃないかなと思ってます。じゃあナルピーはね、チェキがね多いから被ってなかったらいいなと思います。楽しみにしててね、ありがとう。はい、そしてタオくん、広島来たよっていう感じで、やっぱりね、タオくんといえば広島かなというのもあって、広島といえばタオくんかなみたいなとこもあるので、うん、来てくれてありがとうございました。これからも広島行けたらいいなと思います。ありがとう。はい、そしてハリーさん、ありがとうございます。やっぱり広島お好み焼きかなと思ったんですけど、緑で書いたらそうずんだと変わらんっていうねでかいずんだみたいになってるんですけど、はい、楽しみにしててね、ありがとう。はい、そしてやいちゃん、これをちょっとこだわったよ、東洋化っていう文字どこにこだわってるんだって思ってると思うんだけど、やいちゃんには、はい、楽しみにしててください。個人的には顔もちょっと珍しいリンさんになってるんじゃないかなと。今回ツアー結構買ってくれてるのね、いつもありがとう。はい、そして最後、さよぽよ、ありがとうございます。はい、初のネットチェキですね。なぜかナースのポーズだったんですけどいつもショールーム見てくれてありがとうね。これからももっともっといろんなお話できたらいいなって思います。ありがとう。はい、ということでリンのチェキ買ってくださった皆さん、ありがとうございました。ネクスト、はい、こんにちは、リンです。今から5月5日広島のツアーのネットチェキを見たいと思います。まずリオ、ありがとう。はい、そうです、これはエプロンの時に着てた服です。リオが可愛いって褒めてくれた服です。それでネットチェキ取れるのが嬉しいです。今回は広島ということでお好み焼きを書きました。メンバーで食べるお好み焼きはすごく嬉しかったし美味しかったです。だからリオとも食べれたらいいのになって思って書きました。いつもありがとう。はい、お次が
ゆえと、ありがとう。今回宮島の鹿という時期なので鹿を描きながら鹿せんべいをあげてます。でも私は実は動物アレルギーで、鹿もアレルギーなんで全然せんべいはあげれませんなのでゆうとの席でこうやって夢が叶って嬉しかったです。奈良とか行った時にいつも夢だったんだけど無理だから、そうだから叶えられてよかったです。しかチェキありがとうはい、お次がとしくん、ありがとう。はい、厳島神社に行ってお参りをした風の席にしたんだけど、厳島神社が難しくて、でも頑張って絵で描きました。実際に前に行った時は工事しててお参りできなかったんで、次行った時はお参りしたいなと思います。としくんもまた広島で会いましょう。ありがとう。はい、お次が千秋、ありがとう。はい、広島焼きって言って怒られた私ですお好み焼きの絵を描きました。お好み焼きは大阪でもよく食べるんだけど、広島で食べるお好み焼きまた一段と美味しかったような気がします。お好み焼きは焼いてるやつそのまま食べるタイプです。ガツガツいくタイプ。千秋はどうでしょうか。いい思い出できました。ありがとう。はい、お次、最後が狼さん、ありがとう。このね、お好み焼きとか厳島神社とかの流れで次出港を書いてくださいって、この出港はまた意味深なんですよね。意味深なチェキをツアーで2個も頼んでくれてどういうことマジでいやでも嬉しかったです。出港ポーズは可愛く映るんで受け取ってください。出港です。ありがとう。はい、以上です。アイネのチェキ買ってくれた皆さんありがとうございました。ネクスト。はい、今回もたくさん買ってくださりありがとうございます。それでは以上、私たちガンダグラミッツでした。ありがとうございました。